ツタンカーメンのマスクとは、古代エジプト第18王朝のファラオ、ツタンカーメンの黄金のマスクである。1925年に、ハワード・カーターによって、王家の谷の分母キロボルト62で発見されたもので、現在は、カイロのエジプト考古学博物館に収蔵されている。このマスクは、世界で最もよく知られた芸術作品の一つである。マスクは、 エジプト神話の来世の神であるオシリスに似た顔を持ち、高さ54センチメートル、重量10キログラム長、または321.5トロイオンスで半奇跡で飾られている。マスクの両肩部分には死者の書にある古代の呪文が神聖書形文字で刻印されている。マスクは、下方に伸びた重量2.5キログラムの顎髭が脱落し、 博物館の作業員が王宮で接着した後、2015年に修理しなければならなかった。エジプト学者、ニコラス・リーブスによれば、このマスクは、ツタンカーメン王墓における製図であるのみならず、おそらく古代、エジプトそれ、自体において、最もよく知られた、工芸品である。2001年以来の研究では、マスクは、もともとは、女王ネフェルネフェルアトンのために製作されたものと、 考えられる。彼女の王号がマスクの内側部分にある部分的に消去されたカルトゥーシュの中に見出された。ツタンカーメンの埋葬室は1922年に王家の谷にあるテーベのネクロポリスで発見され、1923年に内部が開かれた。英国の考古学者ハワード・カーターに率いられた発掘隊がツタンカーメンのミイラが収まる重い石棺を開くことが できるまでにはさらに2年を要した。1925年10月28日、発掘隊は、三重の棺を順次に開いて行き、最終的に、約3250年が経過した後で、初めて人々が目にする黄金のマスクが現れた。カーターは日記に次のように記した、ピンが外され、蓋が持ち上げられた。最終まで、あと一歩手前の情景が現れた。 オシリスを象徴する悲哀と性質の表現を持つ金のマスクと、それをまとう若い王のミイラで、きれいに布に包まれていた。マスクは、神の属性を帯びていたが、だが、また、穏やかで美しい、立像や棺に、私たちが見出したトゥトアンクアメンのものと同じ、特徴が伺えた。マスクはわずかに後ろにずれていた。そのため、その視線はまっすぐに天に向いていた。 1925年12月、マスクは墓から取り出され、木枠に収納されて、カイロのエジプト考古学博物館まで 635km を輸送された。マスクは、以来、博物館で公開展示されている。マスクは、長さが 54cm、幅が 39.3cm、奥行きが 49cm ある。 1.5mm から 3mm の範囲で厚さが変化する2層の高カラットの金で仕上げられており重量は 10.23kg である。X 線結晶解析によってマスクは2種類の金合金を含んでいることが明らかになった。顔と首の部分には明るい色合いの18.4カラットの金が、マスクの他の領域は22.5カラットの金が使われていた。 マスクの顔面は標準的なファラオのイメージを表しており、発掘隊員たちは同じイメージを墓の中の別の場所、とりわけ複数の守護者立像で見つけた。ネメスの頭飾りをつけ、頭頂にはゲーエジプトと上、エジプトにおけるツタンカーメンの統治をそれぞれ象徴するコブラとハゲタカの王アキラを冠している。耳にはイヤリングをかけるためのピアス穴が開けられているが、これは 現存する古代エジプトのほぼすべての工芸品において、女王や子供たち用の品物に見られる特徴である。マスクには彩色ガラスと宝石、半奇石が造眼されており、これらは、ラピスラズリ、水晶、黒曜石、黄玉髄、蝶石、ターコイズ、アマゾナイト、小結髄晶セラミック、その他の石からなる。1925年に発見された時、 青いラピスラズリが増眼された重さ2 5ラムの細長い黄金の顎ひげがあり、組紐のような効果をもたらしていたが、マスクから分離してしまった。しかし1944年に木製の合わせ釘を使って再び音替えに取り付けられた。2014年8月にクリーニングのためマスクを展示ケースから取り出した際、顎ひげが取れてしまった。 担当責任者である博物館の作業員が、顎げを固定しようと速乾性のエポキシ樹脂を使ったが、顎げは本来の中心位置からずれて接着された。2015年の1月になって、この処置による損傷が判明し、ドイツのエジプト学者のチームが修理したが、この時使ったのはミツロー、蜜蝋で古代エジプト人が使用していた天然接着剤である。 2016年1月には伝えられるところ、エジプト考古学博物館の8人の職員が、科学的かつ専門的な修復方法を無視して、作業し、マスクに高級的な損傷を与えたとして、裁判にかけられると発表された。博物館の全館長と修復部門の全局長が、検察によって起訴されることになった。2016年に1月時点では、 新聞の予定日付等は分かっていない。マスクの背面主語の呪文がマスクの背面と片部分にエジプト象形文字で縦10行と横2行にわたって刻印されている。この呪文はツタンカーメンから500年前の中央国時代においてマスク面に初めて現れたものであり、死者の書の第151章に記されていたものである。何時の右目は、 夜のバルクセンであり、何時の左目は昼のバルクセンなり、何時の両眉は旧柱の神々の眉なり、何時の額はアヌビスのなり、何時の首のうなじはホルスのなり、何時の髪の房はプタハセケルのなる。オシリスの午前にあり、何時によりて彼は見る、何時は多くの前期、道へと彼を導く、何時は彼のため瀬戸の連合軍を打ち砕く、こうして、 何時の敵を打ち破ろうであろう。偉大なプリンスの城にあるヘリオポリスの七柱の神々に先んじて、オシリス、上エジプトの王ネブケペルレイ、スタンカーメンの即位名、ネブケペア、して、霊により、復活すり。オシリスは、エジプトの来世の神であった。古代のエジプト人は、オシリス同様に保存された王は、死者の国を統治すると信じていた。この考えが、 より古い時代の太陽信仰に完全にとって変わったことはない。古い信仰では死した王たちは太陽神霊として復活しその体は金とラピスラズルで作られていた。古い信仰と新しい信仰は融合し、その結果ツタンカーメンの石棺や墓において様々な象徴、気象の混合が起こった。マスクが展示されるとき、通常は外されているが、 ビーズのネックレスが付属しており、これは、端にレンの花とウライウスの留め金がついた、金と青色のファイアンスの円盤系ビーズからなる三重のネックレスである。ありがとうございます。